いやすごいこれは。驚きっす皆さん、ついにコールオブデューティーが本気を出してきたのではと言ったところで、どうもお疲れ様です、長谷慎です。ですね、今日の朝方、まあ夜中と言っておきましょうか、夜中にですね、なんとコールオブデューティーモバイルの新しい公式トレーラーが公開されました。見ましたか皆さん。まだ見てないよという方はですね、この動画の説明欄にその公式トレーラー、コールオブデューティーモバイルの公式トレーラーのリンクをね載せているので、ぜひね見てもらいたいんですけども、すごいよ。でそのコールオブデューティーモバイルについてね、ちょっと今日は喋っていこうと思うんですけども、なんかね無料でプレイできるっぽいっすよね。ほいでなんかカミングスーンって書いてあったんで、おそらく今年中、まあ2019年中にリリースされること間違いないんじゃないかなって感じっすね。でもうすごいの、トレーラーがもうテンション上がるんだよね。もう何がどういう風にテンション上がるかっていうのをね、まあ喋っていこうと思うんですけど、まあそのトレーラーすべて見て純粋に思ったことがある。マジでプレイしてみたいわ、本当に素直に思った、それは。でなんかそのトレーラーに映ってたマップとかがね、もう最高に懐かしすぎて、なんかうるうるってきちゃうレベルで、もうなんかテンション上がりましたね。あの BO2 の時の大人気マップハイジャック、その公式トレーラーに映ってたんですよ。しかも BO2 の時の雰囲気が残ってるっぽいんですよね。それがね本当に嬉しいんですよ。コールオブデューティーモバイルでプレイできるって思うと、もうワクワクが止まらないっすよね。ほんでね、ニュークタウンも登場するっぽいんですけど、そのニュークタウンのベースがですね、なんとブラックオプス、まあ BO1 ですね、 BO1 のニュークタウンをベースにしてるっぽいんですよね。最高でしょ。あの BO1 のニュークタウンっすからね、これはいいんじゃないでしょうか。で他にはなんか MWR とかでも登場してるクラッシュっていうマップと、まあ、クロスファイアとか、まあ、キルハウスっていうマップもね、おそらく登場するっぽいっすね。最高だな。あとは BO1 の時にも登場してた、まあ今 BO4 でもね登場してるファイアリングレンジもね、一応その映像に映ってましたね。でそのファイアリングレンジでスコアストリーク、ハンターキラーをですね投げてるシーンがあったんですよ。あれはおそらくハンターキラーでしょう。ちょっと今ですね、コールオブデューティーモバイルの公式トレーラーをもう一回だけ見直してきました。なんか、まあ、キルストリークなのか、スコアストリークなのか、ちょっとわからないんですけど、なんかヘルストーム的なやつはあるっぽいっすね。で、なんか、バーンって拡散してではなかったような気がするんで、単体型のヘルストームなのか、まあ、でもヘルストーム的なやつはあるということで、でね、気になった点があるわ、やっぱり。で、なんかBO4 のスペシャリストの、トルクっているじゃないですか。トルクのバリケードがですね登場してたんですよ、映像に。何みたいな感じだよね。でファイアリングレンジあるじゃん、ファイアリングレンジのところにバリケードバーン置いて、でそのバリケードの裏側にプレイヤー2人潜んでて、でなんか友達なんかそばにいて頑張って戦おうぜみたいな字幕もバーン出てきて、もう何みたいな。もう一回テンション上がっちゃって今公式トレーラー見直してテンション上がっちゃった。でね、それ他にですよ、ファイアブレイクのピュリファイアでね、ピュリファイアも登場してたっぽいんですよ。でそのピュリファイアのデザインがですよ、どうやらブラックオプス3のピュリファイアがベースになってるっぽい。最高かよ。最高だね。もう言うことないんじゃないか。懐かしかったぞあの雰囲気。これはやめられないんじゃないか、コールオブデューティーモバイル。なんかやりだしたら止まらなさそうなんだが、しかし大丈夫でしょうか。でもなんかあれだな、キルストリークかスコアストリークかどっちか気になるな。まあおそらくスコアストリークなんじゃないかなって思うんですけど、スコアストリークとかキルストリークとかの話で言うとですね、まあトレーラーの冒頭になんかブラックオプス2で登場していたVO シップって覚えてますかね。 VO シップっぽいなんか大きなやつがあった、飛んでた、あれを操縦して、まああれがそのスコアストリークとかキルストリークのに含まれるのかはわからないけど、まあとりあえず飛んでたわ、ブーンって飛んでたから、あれが操縦できてバーンって撃てたらもう最高。もうプレイしたいね、もう今すぐにでもプレイしたいって感じなんですけど、いや楽しみですね。何種類ぐらい出るのかね、楽しみだな。 AGR とか復活しそうだね。多分ね、ラジコンあると思うんだよね。
ラジコン、まあ UAB とカウント AB はもう安定でしょう。でラジコンとかも来ると思うな。で K9 ユニットが出てほしいっていう気もあるんだよね、スコアストリークにね。ほんで皆さんもですね、あのスコアストリーク復活しないかなとか、あのキルストリーク、コールオブデューティーでまた登場しないかなとかいうのがあったら、ぜひこのコメント欄に書き込んでいただきたい。もうコールオブデューティーファン同士、このコメント欄で熱く熱く語り合いませんかって感じっすよ、僕の今のテンション。で僕もちょっとね、時間があるときにね、まぁ、あ、ちょっと気になるコメントがあったら返信とかするかもしれないんで、もう僕と一緒に熱く語り合おうぜって感じっすね。まぁ、あ、トルクのバリケードとファイアブレイクのプリファイアが映ってたっぽいんで、まぁ、あ、ルインのグラビティスパイクかなんかグラブスラムか、まぁ、あ、他になんかリーコンとか来るのかな、スパローも来るのかもしんないしね。やばいよね、リジャックとか来たりしてBO3 の時のブラックジャックのローグとか、あのギャンブラーとかが戻ってくる可能性もあるんだよね。なんかそう考えたらもうワクワクが止まんねえよ。でなんか最初の段階で登場してなくても、なんかアップデートも多分どんどん入ると思うんで、アップデートとかでその新キャラクターみたいな感じで、新武器みたいな感じでボカーンって来る可能性も十分にあり得るからね。やばいって、コールオブデューティーモバイル。ほんでまあその公式トレーラーを見た限りでは、今までのコールオブデューティーシリーズで人気だったマップで、人気だったなんか武器でなくて、まあキャラクターとかもまあ登場するんじゃないかなって感じっすね。ほんでまあ公式トレーラーの他にもですね、まあいろいろそのコールオブデューティーモバイルについて調べたんですけども、まあマルチプレイヤーのカスタムクラス作成みたいなところに関しては、まず自分の好きなキャラクターを選んで、で自分の好きな武器を選んで、でその武器につけるアタッチメントを選んで、でなんかパークシステムっぽいんですよね。でなんか好きなパークをしっかりつけて、自分の大好きな、もうこれだったら活躍できるぞというロードアウトを作って、その大好きなロードアウトで戦場に行けると、そのロードアウトを使って BO2 の時の雰囲気のハイジャックで戦うこともできてしまうのではと、考えたら考えるほどワクワクが止まらねえ。そしてここからですよ、ハセシンが一番テンションが上がったところを紹介していきます。まあ公式トレーラーをね、もう見た方ならわかると思うんですけどもね、まだ見てないという方はですね、ぜひ今から言うポイントをですね、注目して見てもらいたい。特に公式トレーラーのもう最後の方、もう一番最後のところよ。なんとですね、コールオブデューティーモバイルバトロワールっぽいんすよね。広大なマップが映ってて、ヘリコプターが何機も映ってるシーンがね、もうちょっと一瞬映ってた。あのマップ、あのヘリコプターの飛び方、あれでバトロワモードじゃなかったら他に何があるんだということっすよ。いやもうこれ確定なんじゃないですか。もう 95% バトロワなんじゃないかなって僕思っちゃってるんですけど、いやあれは確定でしょ。でどういう感じのバトロワになるかだな。ブラックアウトみたいな感じになるんすかね。ヘリコプターとかボートとかなんかバギーみたいなのも乗れたりすんのかな。他にもなんかブラックアウトより気合い入れてきたらどうしようって感じですけどねマジで。でもなんか入れそうな勢いあるんだよ本当に。でもまあなんかそのブラックアウト以上に盛り上がってくれても、まあコールオブデューティー自体が盛り上がってくれることに関してはもう僕としてはもうめちゃくちゃ嬉しいんで、もう本当に僕コールオブデューティー大好きなんで、まあコールオブデューティーモバイルにもめっちゃ期待してるって感じですね。まああれバトロワだったと思うけどな、バトロワだったらマジもう最高っす、もう最高っすマジで。やっちゃいますよハセシン。まあ今回はこんな感じで新しく公開されたコールオブデューティーモバイルのトレーラーについて語ってみました。また新しい情報が出たらですね、まあこういう感じで嬉しくなってちょっと喋っちゃうかもしれませんが、その時はみんなで熱く熱く語り合いましょうよ。ということで今回のこの動画少しでもね参考になったぜ、うわいコールオブデューティーモバイル楽しみだぜと思ったらぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。